この時間はゲストを招きしています。本日ジャスダックから第一部に市場変更したインフォコム株式会社代表取締役社長竹原紀弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から一部企業ということなんですが、はいはい、どのような会社なのか、まずは概要からお話しいただけますか。はい、わかりました。私どもはですね、基本的にはいわゆる IT 企業でございまして、結構歴史的にも35年目になるんですけども、もともと1983年、日商祝いの、システム子会社として立ち上げまして、その後2001年に、定人の同じようなシステム子会社と合併しました。そして翌年にですね、今のジャスダックに上場させていただきました。それで2018年11月今日本日ということですね。で、子会社としまして国内7社、海外2社ございまして、シリコンバレーとインドネシアのジャカルタにございます。従業員数は連結で1074名、単体では639名でございます。業績的には売上457億、営業利益58億でございます。はい、はい、では事業内容を教えていただけますか。はい、私どもの開示セグメントはネットビジネスセグメント、これは B2C でございます。それから IT サービスセグメントということで、これは B2B でございます。IT サービスセグメントはですね、3つの領域を持ってまして、一つは医療機関向け、ビジネスということでヘルスケア、それから、ERP ですとかクラウドサービス、このあたりをやっているサービスビジネス、それから大手企業向けのシステムインテグレーションをやっているエンタープライズと、この3つでございます。でこのうちヘルスケアとですね、ネットビジネスセグメントの電子コミックを合わせまして、これを重点事業として私ども置いておるところでございます。はい、ではこの重点事業について詳しく教えていただけますでしょうか。はい、まずメチャコミックなんですが、おかげさまで、順調に推移しております。中で私ども他にも電子コミックのサイトってたくさんあるんですけども、私どもで、特に特徴的なところはですね、データ解析に、手前味噌ですけども秀でてるというふうに思っております。私ども IT 会社ですので、エンジニアの層が厚いということがございまして、AI とかビッグデータ解析というところには強みを持っているということですね。それからあとは出版社との協業というところに力を入れておりまして、独占先行配信と呼んでますけども、実際に、単行本で漫画が出る何ヶ月か前にですね、私どもで独占的に配信することができるような契約をいろんな出版社さんと結んでおります。それが強みですね。このビッグデータ分析というのは、はい、例えばコミックのトレンドを分析するとかそういうことなんでしょうか。はい、トレンド分析もやってるんですけども、特に力を入れてるのはですね、個々のお客様の趣味嗜好、それから実際に読んだ履歴とかそういうものを総合的に加味しまして、そのお客様に一番興味あるだろうなという漫画をレコメンドすると、提案すると、そういうことでございます。はい、わかりました。この電子コミックが今伸びてきているということですか。そうですね、2017年度はですね、海賊版サイトとかの影響があって少し頭を押さえられた感じだったんですけども、2018年度はこのグラフを見てお分かりだと思いますが、まだ急激に伸びていると。これは一つは海賊版サイトからの影響が薄れたというのもありますが、一方でも私どもがずっとやってきているデータ分析のところが功を奏していると、そのように理解しております。そしてもう一つの重点分野ヘルスケア、はい、こちらはどんなビジネスなんでしょうか。はい、ちょっと少しビジな画像で申し訳ないんですけども、医療介護、この領域をやっております。で医療に関してはですね、私も歴史的に結構長い間やっておりまして、病院様向けにですね、いろんなコンピューターシステムを導入させていただいているということです。それから介護の方はですね、比較的最近参入したんですけども、やはり
人手不足、介護士の方が十分でないということで、相手を入れることによって、まあ効率化っていうのがもう絶対必要な状況になっておりますので、このあたりで、まあ、この領域で貢献していきたいと、そういうふうに考えておりまして、ですから私の、まあ、医療と介護、この本来連携してやらなきゃいけないんですけども、この領域で、まあ、戦っていくというふうに思っております。わかりました。それでは業績なんですけれども、足元の状況と見通しとお話しいただけますでしょうか。はい、おかげさまで、まあ、直近、増収増益で、ずっと来ることができております。足元で言いますと、期初の予想としまして売上高が500億、営業利益65億で期初予想させていただいたんですけども、上期が終わった時点でですね、売上で10億増の510、それから営業利益が2億増の67億円ということで上方修正させていただきました。今後ともメチャコミックを軸にですね、成長できていくと、そういうふうに思っております。わかりました。では御社の強みについて、先ほども少し触れていただいたんですけれども、改めて、ご紹介いただけますでしょうか。はい、先ほど申し上げた通りですね、B2B の IT サービス、それから B2C のネットビジネスというのが私どもの特徴であり、強みになっておりまして、まあこれがまあ一つのポートフォリオみたいな形ですよね。ですから世の中経済状況悪くなった時でも、まあ、B2C はそんなに崩れるものではないということで、ポートフォリオ上非常にいいということと、それからあとはまあ先ほどAI ですとかビッグデータ解析のお話を少し申し上げましたが、これがまあ IT サービスの方の SE がネットビジネスの方のいろんな AI や解析をやっているということで、非常にお互いの相乗効果も生まれているということですね。それから2つ目ですが、まあ、私ども今回東証一部に行かせていただいた理由の一つでもあるんですけども、私どもちょっとインフォコムという会社あまり知名度が高くない、一方でこのメチャコミックだけはまあブランド力があるということで、これをまあ当社の強みとして認識しております。それから最後3つ目ですけども、まあ、私ども IT 会社ということで物はあまり持ってないですね。で去年までデータセンターを持ってたんですけども、そのまま売却しまして、まあ物を持たないんですけども、まあ、社員の人たちの、まあ、能力も高いですし資質もいいと思っております。こういうことが当社の強みに結局なってるんだろうなというふうに私は思っております。わかりました。はい、それでは今後の成長戦略なんですけれども、どのようなイメージでしょうか。はい、電子コミックどこまで伸びるのかということをよくいろんな方に聞かれるんですけども、はい、このグラフで、ずっと、まあ、赤いところが電子コミックで、あとちょっとグレーのところが、まあ、その紙のコミックですね。はい、で全体的には少し漫画市場ちょっと落ちて、ほぼ横ばいみたいな感じで推移していると思うんですけども、2017年度のところを見ていただきますと、およそまあ1747、これ出版科学研究所さんが出された資料ですけども、1747億で、全体として紙の方がまあ2583ということで、全体としては4000、まあアバウト200ぐらいな感じなんですけども、これをまあ少なくとも4000ぐらいまでやっていきたいなというふうに思ってます。あともう一つあるのはですね、私どもこの電子コミックのサイトっていうのをスマホ上で展開させていただいてるんですけども、はい、やっぱり強烈なライバルというのは、ゲームなんですね。ゲーム、はい、スマホ上のゲームがライバルでして、まあ皆さんスマホやられる方の可処分時間、可処分所得も関係してくると思うんですけども、ゲームにお金をかけるのか電子コミックにお金をかけるかっていうのがありまして、今基本的に紙の部分が多いですけども、はい、もっと本当は潜在的なコミックユーザーっていうのがいて、でゲームにお金をかけたり時間をかけたりしてると思いますので、このあたりを引き込むことによって、まあ、市場としたら5000億を目指さなきゃいけないなと、そういうふうに私は思ってるんですけども。わかりました。はい、業界のお話なんですけれども、海賊版の
対策の動きが出てるっていうのはやはり大きいですか。そうですね、まあ去年はものすごいその海賊版サイトの力が強くてですね、いろんな会社さんが結構負の影響を受けたんですけども、はい、私どもは頭を抑えられてるなっていう感じはすごいあったんですが、それがないことで急激な伸びっていうのが出て非常に良かったと思っております。わかりました、はい、では最後になりますが、はい、番組をご覧の投資家の皆さんに向けて、社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、東証一部に上がりまして、まあ、新しいステージになったわけですけども、今まで通りですね、企業価値を上げることを目指して一生懸命やっていきたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。はい、この時間はインフォコム株式会社竹原紀弘さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。